水道止まってる時本当に役に立つ一つ教えます。水道止まってもトイレは2回ぐらい流せる。これ余分に水がタンクにあるんで、水道止まってからでも2回ぐらい流せるんですよ。だからいざっていう時のために取っといた方がいいです。7月23日から8月末まで水止まってて、まあ、前にもねこういうことは何回かあったんですけど、前は払うのがめんどくさくてっていう感じで水止まってて、水道代だけ引き落としにしてなかったんで、コンビニとかで紙で払うやつにしてたからちょっとめんどくさくて溜まっちゃってて水止められたっていうケースだったんですけど、そのケースで 3,4 回ぐらい水止まってて、ただ今回はもう本当に払えないっていう理由で水が1ヶ月以上止まってて、まあでももうこっちは慣れたもんなんで、水止まった瞬間もうこんぐらいのペットボトル水何本も買ってきて、でそうすればもう歯磨きとかはもうそれでやってペーってなって、で公園がすぐ近くにあるんでトイレとかはそこでして、でお風呂は後輩の寮のお風呂を借りたり、先輩に銭湯を連れてってもらったりで、なんとか耐えしのいで、まあさっき言ったね豆知識、こう水道止まってもこう 1,2 回ぐらいは流せるっていうやつなんですけど、それも結構前に知ってたんで何回も止められたことがあって、でまさかこんなに長い間払えないとは思ってなかったんで、最初の2日3日ぐらいでもう普通に流しましたけど、それ以降普通にどんなに漏らしそうになっても公園とか行かなきゃいけないっていう状況でしたね。夢で明らかに現実と違うみたいなことが起きて、あ夢だって気づいて目覚めるみたいなことあるじゃないですか。小学校の頃の友達と大学で出会った友達がこう同じ空間にいて、あれみたいになって、あ夢だって目覚めるみたいな、の水止まってる1ヶ月間見た夢で、家の中で普通にシャワー浴びてたんですけど、あれなんで俺家の中で普通にシャワー浴びれてんだ、あ夢かってなって目覚めたんですけど、そんなことある、そういう風に夢から覚めたことありますか。近くにドラゴンの住む泉があって、そのほとりで水の確保とかもしてたんですけど、そこでドラゴンと仲良くなって2人で野球とかして、この夏休みはもう8割ドラゴンと野球かな、残りの2割は1人でオセロ、8割ドラゴンと野球、2割オセロでこの夏休みやってきました。